心診療所チャンネル。今回は境界知能のしんどさ5つについてやっていきたいと思います。よろしくお願いします。知的障害まではいかない、考える力は苦手、境界知能、一見知的障害よりは軽度に見える印象ですが、逆に障害ではないだからこそのことも含め、幅広い角度のしんどさがあります。今回は境界知能のしんどさ5つを見ていきます。まず境界知能とはということですけれども、これは知的障害未満の考えることの苦手になります。境界知能とは少し詳しく見ると、これは障害まではいかない脳の機能の困難になります。 IQ に関しては70から84、約 13% の方が該当します。障害までではないため、福祉的なサポートは困難ということがあります。知的障害との違いということを見ていきますと、境界知能と知的障害を比べてみていきますと、まず IQ に関しては境界知能は70から84、知的障害は69以下になります。なる方の率としては境界知能が 13% ほどになりまして、知的障害が 2% ほどです。そして境界知能は障害ではないというところ、知的障害は障害、この違いがあります。発見のされ方ということですけれども、一見目立ちにくいことがありまして、いわゆる不適応、うまくいかないことからの発見が結果として多いです。学生でのトラブルであったり、学業がどうしても不振が続いた場合に見つかる場合があります。そして成人後、何か仕事を頑張ってもうまくいかないという不適応の連続から結果見つかる場合があります。境界知能での主な困りごとを見ていきますと、まずはその勉強などに頑張ってもなぜかついていきにくいという話、2つ目が対人面に関して何か振り回されてしまったりついていきにくいことがあるというところ、そして日常生活で負荷がかかりやすいというところがあります。境界知能の対策の方向性ですけれども、まずはいわゆる環境調整、負担のかかりすぎない環境を整えることが大事です。基本的には生活、仕事とも負荷を減らすということが基本になります。そしてもし二次障害があれば、その治療をしていくことになります。続いて境界知能のしんどさ5つを見ていきます。障害ではない、それゆえのしんどさもあります。1つ目が頑張ってもついていけないというところ、考えて表現する、その全体の苦手というところです。この頑張ってはついていけない見ていきますと、記憶、思考、表出、表現全体に苦手があることが一般的です。同じ努力量ではついていくことが困難であるというところ、そして努力等で時にカバーできたとしても、やりすぎて消耗してしまって疲弊してしまうというリスクがあります。学校でついていけないという例を見ていきますと、これは授業についていきにくい、勉強してもなぜかついていきにくい場合があり得ます。あとは同年代との会話についていきにくいことがあります。また宿題や課題をこなせないというところでついていきにくい場合があります。社会でついていけないという場合、例えば仕事が複雑になるとなかなか覚えられない、ついていけない場合があります。そして人間関係に振り回されたりついていけない場合が出てきます。そして日常生活でいっぱいいっぱいになってしまう、余裕がなくなってしまうという方もいらっしゃいます。二つ目が人から低く見られるという話。苦手さを人に見透かされる場合があります。これ人から低く見られるを見ていきますと、頑張ってもなかなかうまくいかないというのが基本になります。そうすると、これは障害ではなくて能力の問題と見なされて、ちょっと馬鹿にされたり低く見られることがあり得るというところです。ただ人によっては、いわゆるムードメーカー的な形でうまくいく場合もあり得るところです。学生で低く見られる場面というのを見ていきますと、テストなどで努力してるんだけどもいい点が出ないというところで言われる場合があります。あとは同年代の中で会話の流れを止めてしまう、スムーズに移り変わることができず止めてしまう場合に言われることがあります。あとは日常のセルフケア不足というところ、遅刻が多かったり身だしなみの問題が出ることがあります。会社で低く見られる場面ですけれども、まずは残業してもなかなか業績が出ないというところ、そして何度注意してもなかなか身につけられない、治らないというところが言われることがあります。そして日常生活がいっぱいいっぱいというところで身だしなみ等に弱点が、難点が出てしまうことはあり得ます。3つ目が自己肯定感が下がるというところ、失敗の連続から自己否定になることがあります。自己肯定感が下がる、少し詳しく見ると、努力しても失敗することは続きます。時に人から低く見られることも続きます。これらが合わさって自己肯定感が下がりやすい状況があります。自己肯定感が下がるとということですが、いろいろありますけれども、代表例を見ると、ストレスへの耐性が悪化する、ストレスに耐えにくくなります。あとは自己決定が困難になります。自信がなくなるので、自分で決めることは難しくなります。そして、他者などに依存的になることがあり得ます。
注意が必要なのが、いわゆる学習性無力感ということになりまして、これはどうせやっても無駄だという無力感を学習してしまうということになります。そうすると仕事などやれることが仮にあったとしても、もうやろうとしないということになってしまいます。そうすると能力差に経験の差が重なって、さらに差が広がってしまいます。4つ目が二次障害のリスクです。落ち込みのこともあればイライラのこともあります。二次障害のリスクです。ストレスや自己否定の双方から二次障害のリスクが上がります。内側に落ち込みなどで出ることもあれば、外側に攻撃的言動などで向かうこともあります。合併すると影響が大きいので、これを予防すること、もしなってしまったら改善することが大事です。認知障害の背景ですけれども、まずは生活や対人面での双方のストレスというところ、そして内側という点でいくと自己否定であったり学習性無力感というところも内側でストレスを作って認知障害の原因になります。そしてストレス対処力の困難というところ、どうしても境界知能があるとストレスがあったとき、それを処理するのが苦手というところも影響します。起こる症状の例というのを見ていきますと、まず内側に行くもの、うつや対人不安が出ることがあります。外側に行くと攻撃的な言動が目立つということが出ることがあります。人によっては衝動的に何かやってしまう衝動行為が出ることがあって、この場合は特に対策が必要です。二次障害から境界知能が分かることもあるというところ、認知障害と境界知能を見ていきますと、まずはうつや適応障害、特に繰り返すときに心療内科を受診します。そして何か背景に発達障害などがないかを考えて心理検査をする。そうすると結果 IQ70 から84の境界知能が判明するという場合があります。認知障害の対策を見ていきますと、まずは環境調整、無理がかからない環境を整えることが一番大事になります。2つ目が薬物療法、うつや不安であったら抗うつ薬を使うなど薬の治療が一定の効果を出す場合があります。3つ目がストレスマネジメント、できる範囲ではありますけど、ストレスを逃がしたり発散したりすることをしていきます。5つ目がサポートを受けにくい、障害ではなく福祉との導入が困難ということです。サポートを受けにくい、少し見ていくと、知的障害では各種の福祉サービスが可能です。一方で境界知能では障害ではないため、そういった福祉的な導入が困難になります。なので生活などにやりづらさがあってもサポートを受けにくいことがあります。そして境界知能のみでは困難なものの例を見ていきますと、まずは障害者手帳、これはあった方がいい場面もあるかもしれませんが、あくまで境界知能だけだとこれは適用になりません。また障害者雇用、確かにサポートがあった方がいい場面もありますが、境界知能のみでは障害者雇用の適用にはなりません。あとは付随して最大2年トレーニングする就労移行支援も同様に境界知能のみでは困難ということがあります。ただしもし二次障害、うつ病など二次障害があるときは主治医とご相談いただけたらと思います。今回は境界知能のしんどさ5つを見てきました。境界知能は知的障害未満の脳機能の困難になります。一見軽く見えますが、実際には以下5つのしんどさがあります。1つ目は頑張ってもついていけない、2つ目が人から低く見られる、3つ目が自己肯定感が下がる、4つ目が二次障害のリスク、5つ目がサポートを受けにくいです。対策の柱は環境調整、無理のない環境を作っていくことです。それによって認知障害の予防と治療をしっかりやっていくことは大事になります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録していただけると大変励みになります。